敵ネットワーク機関ユニットであるアダムおよびイブの撃破が確認された。現在敵の指揮系統は一時的な混乱状態にある。この好機を逃さず人類軍は機械生命体に対し総攻撃をかけることが決定された。無論我々ヨルハ部隊も例外ではない。思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光あれ。サーバー管理担当 3S、 サーバー管理担当 3S、 容量管理のため速やかにサーバー管理室に戻ってください。以上。司令部より各ヨルハ部隊員へ、地上に降下したら事前プログラムに従い作戦を自動遂行してください。情報漏洩を防ぐため緊急事態を除き地上からの電波通信は禁止とします。以上。
2B に真実を告げることができないまま最後の大規模侵攻作戦が開始された。だけど僕はまだ知らなかった。この戦いの結末と僕たちの運命を。以上が命令です。理解できましたか？僕たちスキャナー部隊は総攻撃に備え敵の防空システムをハッキングで麻痺させる。その通りです。よくできました。なんか子供扱いされてる。気のせいです。防空システムを受信している機械生命体は電波状況の良い高所にいるはずです。ハッキング対象の機械生命体について大雑把な予測位置をマップに転送しました。了解。対象はくれぐれも破壊しないでください。破壊してもしばらくすると代わりの個体が現れてキリがありません。はいはい、そんなことしませんよ。対象は
電波状況のいい高いところにいると推察されます。ビルの屋上などを調べてみてください。了解。ハッキングに成功したみたいですね。偉いですね。やっぱり子供扱いされてる。次もよろしくお願いします。はーい。対象の外見は通常個体と同じなので注意してください。ただ対象に接近すればマーカーが表示されます。なんだかあいつらどんどん賢くなってるような気がするな。防衛システム稼働率低下を確認。もう少しだね。順調なようですね。今回の作戦では他のスキャナー部隊員も総動員されています。私たちも遅れを取らないようにしなければ。はーい、遅れを取らないようにします。 9S 何？戦闘中はなるべく当該エリアから離れてください。それじゃあ支援できませんけど。あなたのようなスキャナーモデルは戦闘向きではありません。あれ、心配してくれてるんですか？いえ、戦場にいても足手まといなだけですので。ひどすぎる。しまった。 9S 命令はハッキングであって撃破ではありません。壊してしまうと再配備されるので意味がないからです。敵の視界の後ろからそーっと迫ってギュッとハッキングしてください。分かってるよ。
ギュッとハッキングってなんだ。今回の作戦では他のスキャナー部隊員も総動員されています。私たちも遅れを取らないようにしなければ。はーい、遅れを取らないようにします。 9S 何？戦闘中はなるべく当該エリアから離れてください。それじゃあ支援できませんけど。あなたのようなスキャナーモデルは戦闘向きではありません。あれ、心配してくれてるんですか？いえ、戦場にいても足手まといなだけですので。ひどすぎる。こちらの担当分作業は全て終了。そっちはどう？こっちもあと一つかな。了解。あとバンカーに戻ったらデータ同期をしておいて。あ、忘れてた。君の戦闘データが未納だからスキャナーモデル全体がアップデートできないんです。了解。この作戦が終了したら対応する。頼みましたよ。
標の大型機械生命体に直接ハッキングするのは不可能。特殊なプロテクトを検知、機械生命体以外からのアクセスを拒否している模様。推奨、まず小型の敵を乗っ取り、その敵を利用して大型の敵をハッキング。多段でハッキングすればいいのか。
これで分担は全部かな。推奨、戦闘状況が悪化する前にトゥーピーと合流。分かってる。トゥービートの合流地点を地図にマークと。警告、予定されていた作戦区域から離脱中。推奨、作戦区域への早急な復帰。廃墟都市の南西にあります。飛行ユニットで向かい、現地でナインエスタンと合流してください。了解。先日のイブ戦で破損した武器も修復して搭載しておきました。到着時にはすでに全体の作戦が始まっていますので気をつけてくださいね。ありがとう。月面人類回避。地上で突然しているアンドロイド諸君、我らが誇る精鋭ヨルハ部隊、敵ネットワークユニットアダムおよびイブを撃破した。この勝利は地球奪還に向けての大きな一歩だった。我々月面の人類は喜びの声に満ちて、今後のさらなる諸君が健闘に期待する。人類栄光を。廃墟都市の南西にあります。飛行ユニットで向かい、現地でナインエスタンと合流してください。了解。先日のイブ戦で破損した武器も修復して搭載しておきました。到着時にはすでに全体の作戦が始まっていますので気をつけてくださいね。ありがとう。月面人類回避。地上で奮戦しているアンドロイド諸君、我らが誇る精鋭ヨルハ部隊、敵ネットワークユニットアダムおよびイブを撃破した。この勝利は地球奪還に向けての大きな一歩だった。我々月面の人類も喜びの声に満ちて、今後のさらなる諸君が健闘に期待する。
B。 状況は？作戦は開始。先行部隊はすでに交戦中。僕たちの役割は先行部隊の状況に合わせて援護する遊撃部隊。先行部隊が交戦している場所をマップに転送しました。援護に向かいましょう。了解。デルタ隊長、交戦中の機械生命体が暴れていて手をつけられない。こちら 2B 遊撃部隊、今からそちらの援護に向かう。了解、感謝する。次の部隊の援護に向かいます。私たちもそちらに同行し援護しよう。了解。こちら攻撃部隊オメガの 8B、 担当区域を制圧した。他の地域の援護に向かう。
こちら 3B シータ部隊隊長だ。機械生命体どもがどんどん増えていて手に負えない。
他のポイントも急いで援護しに行こう。奴らは暴走してるんでしょうか。私たちは戦うだけ。攻撃部隊アルファ隊長、敵の攻撃に手を焼いている。こちら 2B 遊撃部隊、今からそちらの援護に向かう。了解、感謝する。他のポイントも急いで援護しに行こう。
ちら遊撃部隊の 2B。 これより部隊オメガを援護する。援護感謝する。いきなり囲まれて苦戦していたところだ。このまま行けば勝てる。内野部、さらに増援が来ないか周辺を警戒して。了解。大丈夫？
しないと。ルビー、大丈夫？識別信号だ。僕が 2B をハッキングして識別回路を焼き切る。お願い。警告、予定されて。司令部に通信、状況確認。不可能。機械生命体による妨害電波を感知。クソ。トゥービー、妨害電波を出している個体をマークした。分かった。目標地点の情報を入手。マップにマーク。でかいのから妨害電波が出ているようです。これでジャミングは解除されたはず。司令部に通信、状況報告と救援要請。通信ロスト、司令部に接続できず。クソ、まだジャミングが。通信環境は良好。通信ロストは接続認証の失敗によるもの。現在司令部の通信機能は完全に沈黙。バンカ君、一体何が。ダメだ、キリがない。トゥビー、考えがある。バンカーには非常用のバックドアがあるから、そこから僕と 2B のパーソナルログデータを全部アップロードして、その後ここをブラックボックス反応で吹き飛ばす。分かった。データアップロード 30% 完了。 50% 完了。 70% 超えた。 9S まだ。もう少し。 92% 2B ブラックボックスを。トゥービー、司令部に報告を。これは。司令官。トゥービー、9S も。
一体何をしてるんだ。地上のヨルハ部隊がウイルスによって乗っ取られたんです。僕たちは暴走したヨルハ部隊をブラックボックス反応で。ウイルス？何を言ってるんだ。地上からはそんな報告上がってないぞ。あれは偽装です。現在バンカーの通信は封鎖されていて。そもそも命令もなく戦場からなぜ戻った。だからヨルハ部隊が暴走して。いや、汚染されているのはお前たちじゃないのか。違うんです。 2B9S、 貴様たちをウイルス汚染の疑いで拘束する。待ってください。汚染？司令官、退避します。クソ、扉が。バンカー内部までウイルスが入ってるのか。それも正解。オペレーターさん。違う、ナイエス、あれは私たちは2つ連帯ネットワークとウイルスを通じ話しかけている。そんなことが。ずいぶん楽しませてもらったけど、もうこの基地は終わり。司令官、この基地はもうダメです。一旦退避しましょう。どうしてお前たち二人は汚染されてないんだ。
わかりません。いえ、おそらく僕がデータ同期を保留していたからです。以前バンカーのサーバーデータにノイズがあったので、それが気になって。そうか、アクセスユニットは汚染されています。格納庫に行って飛行ユニットを奪いましょう。司令官、格納庫から飛行ユニットで脱出します。司令官、早く。私は行けない。司令官。私もサーバーとデータ同期をしていたからな。でもそれならナインエスが。そんな時間はない。お前たち二人は最後のヨルハ部隊なんだ。生き残る義務がある。司令官。それに私はこの基地の司令官だ。せめて最後まで上官らしくいさせてくれ。トゥービー、もう基地が。司令、行け。FFCS、NFCS。